コンバッチ8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才ショート作成、右投げ両打ちのショート、フォームは田中のじいちゃん、好きな球団は友沢くんから阿部ひねらいで西武でやっていきたいと思います。ということでヒーリングカードと天才カード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていこう。ドン。星171。ミートが F だが。だがいいね。オッケーオッケー。そしたらぐるっと回ってきましょうか。粘り打ち。赤消す。おー、強いね。じゃあ回復して3か。まあまあまあ、体力ね。ほぼほぼ満タン近くだったんで、いいと思います。オッケー。ステージ終わりのステージ2でやる気を上げて、ここからか。あー、でも赤マス邪魔なところにはなさそうだな。オッケー。まあ、ぐるっと回る上で踏むかもなぐらいでしょうか。まあ、赤をね、おお、戻ってくればいいじゃん。いや、マジかい。早い、落とすの。落とすの早いんよ。えい、対左。まあいいか。ヒーリングなくなっちゃったしな。はい、ってことで、切りよくね、パワーも1上げて C に乗せていく。サーセさん、ヒーリング、なぜなくなった？戻ってきて。ほい。肩、肩。からの積極盗塁。積極盗塁か。超回復3球。はい。6 OK。止まる。誰だ？ペイトンさん。はい。強い。まあ、シャッフルでしょうかね。やる気と回復。あ、悪くない。プロ入りくん3球。そしたら、こうかな。回復3球。ちょっとミート力が、ナイス超回復。ミート力が低いんですけど、まあ、守備力ね、頑張って上げていきたいですね。ショートなんで。弾道どうしよっかな。シャッフルしないといけないところではあるが。ナイス走力。からの、さよなら。輝く。じゃあ回復取って、振って、くる。会いたいね、会いたいね。会えないね、左向き。いやー、ちょっとというか、かなり嫌なとこ来たな。止まったね。止まったなら歩数は、合ってるはず。赤消す、OK。完全に鉄壁なんだけど。こっち出てこいよ。恥ずかしがらずに出てこいや。ナイスー。無地青引けない、無地青引けない、無地青。超回復。無地青引いて。はい。回復。いや、体力じゃないのよ、欲しいのは。はい。ヒーリング戻ってきた。プロ入りもある。このステージやることなくなったんで、こんな感じかな。はい。能力綺麗に、綺麗に物足りないです。博士がいたら気持ちいいかも。特化マス、博士はいない。野球超人伝でオールワンランクとか、いけないですかね。これ、下ルート行こうかな。はい、はいと。箱。でもまあ、シャッフルの予定でいいかな。どこよ。野球マンさんいらっしゃるからね、まだね。お宝ザクザク。うい、矢部くん。来た。お、守備補給。いいんじゃないか？いいんじゃないか？上か。まあ、シャッフルだな、やっぱり予定通り。よしよし。いいぞいいぞ。で、宝箱が3つでしょ。外れがない宝箱でしょ。これは熱いぜ。激熱くんだ。左向き。
いやー遠いなー。赤おにぎりかー、赤おにぎりか。そこもう一回シャッフルしよう。体力はまだある。いやー選手邪魔よ。そこ選手が邪魔すぎる。補給、うわー肩守備、嘘、守備補給ワンランク上げられんのに。勝った下側だな。減少痛い。諦めるな、まだいけるぞ。ミート頼む。よっしゃー、あでも守備足んねえわ。赤結構踏んじゃってるんだけど、あーこっちルートは赤おにぎりで封鎖されてんのね。じゃあ戻ってくる感じか。ナイス回復、ミート OK。 うわー待って、特化マス邪魔すぎるって。うわ、守備補給があと1ずつ、守備補給があと1ずつなのに。そしたらこっちを守備にして、こっちを守備にして、今回り方ちょっと間違えたな。でワンチャンここ補給かなって思ったんだけど、プロ入りあるからね。あと、はい、赤 OK。 うーん残念。あいけるいけるいける、補給で完璧か。いやー気持ちいいですね。プロ入りサンキュー。ヒーリングロストで助かった。いやー最後は予想外の展開だったんですけどね、まさかのいい選手ができました。ありがとうございます。ということで名前設定いってきましょう。はい、名前設定してきました。名前星512からこいちゃんという名前になりました。いかがだったでしょうか。基本能力完璧なショートの出来上がり。特殊能力は打撃系なんですが、オートペナントどれだけ頑張ってくれるか期待して回してみましょう。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら、打率2割8分9厘。ちょっとね、ミート B で3割届かなかった固め打ちもあったのにもったいないんですけども、今回意外と頑張ってくれたんで見ていくと167安打。今回はね1番バッターとして頑張ってくれてさすがですね。最多安打のタイトルで、ホームランは15本と、これはあんま多くないんですが、弾道さんのパワー B で多くはないんですけども、まあ60打点、まあ1番バッターだったからね。で得点圏打率はプラスを引いてくれて、三振は1割5分1厘。まあこんなもんかな、ミート B なら。粘り打ちもあったけどね。でフォアボールが79の、デッドボールが4と、まあまあ出塁してくれましたかね。でなんとね今回ね56盗塁7割6分7厘の成功率、走力 S90 の積極盗塁、緑特能が強かった。見事です、盗塁王ダントツですね。久しぶりに50盗塁超えたわ。そして連続出塁34試合連続の、猛打賞は意外にも少ないかな、13回。対左対右はあまり大きくは変わらず、出塁率3割7分8厘。こちらはタイトルゲットとはなりませんでした。そして OPS は797。今回、コイくんショートなので、守備編見ていくと、フルで出て、エラーはね、8個ですね。1桁。さすが、補給 A。強かったんですけど、今宮健太さんの方がね、エラーも少ない、守備率も高いという結果でした。ということで、今回のコイちゃん、取ったタイトルは、盗塁王、最多安打、新人王、ベスト9、ゴールデングラブ賞の合計5個でした。いかがだったでしょうか。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。